はい、こんにちは。ボディーコンサルティングコーチのゆたみです。本日もよろしくお願いします。はい、今回も、引き続きバレーボールの対空力ですね。ゴーンと飛んで対空力の あるジャンプを伴ってスパイクが打てるように、対空力のあるブロックをできるような、はい、バレーボールはやっぱ高さを求められますから、それのためのトレーニングだと思ってください。はい、でジャンプをするときにもちろんボールがメインになってくる動きになるので、体をしっかりと使える時間がない場合ももちろんありますけれども、まずはしっかりとした体の使い方というのを覚えていくと対空力のあるジャンプを生み出すことができます。そのためには、体をしっかりとためを作って解放する、ためを作って解放する、この動きが重要になってきます。はい、ためを作って解放する、ためを作って解放する、こういう動きをねやったと思いますが、今度は、動きを伴ってきます。この前後の動き、この動き解放する動きに合わせて足が出る、わかりますか。解放する動きが出てくるのでスポーンとこう抜けたような形で足が出てきてるので、わざわざ足をよいしょよいしょなんて私は一切やってません。腕の振りがあるから体が一緒にふわっとついてくる、そんなイメージです。なので引きから前に弾く弾く弾く、これをしっかりね意識して、下半身このこっから下全く意識しないでちょっとやってみてください。はい、こういったトレーニングですね。はい、早くできるということはそれだけ力の伝達がうまくいってるってことになるんで、まずゆっくりからスタートして徐々に徐々にこう早くできるようにやっていただければと思います。まずは、その力で動かすというか連動なので、それをちゃんとできてるかなっていうのをイメージしながら、回数よりも、そういった意識を持ちながらちょっとこのトレーニングを取り組んでいただければと思います。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。